外交防衛委員会会を開会いたします理事の補欠選任についいてお諮りいたします委員の移動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいを存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご意気ございませんか。ご意気ないと認めます。それでは理事に、宇藤孝君を指名いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします外交・防衛等に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり政府参考人として外務省北米局長伊原純一君ほか1名の出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め作用を決定いたします外交・防衛等に関する調査を議題といたします 外交の基本方針及び国の防衛の基本方針について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。広田一君。はい、はい。民主党新緑風会の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 えーまあ、梅雨入りをいたしまして、えー、両大臣の所信を聞く、そして質疑を行うことになりました。えー、これほど長い時間かかってしまったこと、本当に遺憾に思いますし、残念でございます。 まあその要因を作られました、まあ、衆議院の外務委員長さんに対しましては、ぜひとも両大臣の方からもくれぐれもよろしくお伝えをいただきたいというふうに思いますし、まあ、特にあの、岸田大臣は同じ広島でございますので、えー、酒でも組み交わしながらあのよろしくご指導のほどお願いをしたいというふうに思います。さて、えー まあ、あの、自分のような野党の立場の人間が、まあ、こういう脳なんでございますけれども、ええー、私はですね、ええー、記者大臣、また、あの、小野寺大臣につきましては、一日でも長く、その、職責をですね、続けていて、えー、もらいたい。まあ、このように思っているところでございます。今、あの、TPP も含め、あの、国益という言葉がよく使われております。まあ、前の環境委員長さんもですね、国益と言われて、 議運の理事会の委員長の許可なく渡航を続けられたわけでございますけれども、私はあの、まあ、外交安全保障上の国益というものを実現するためには、各国のです、ね、外務、防衛のトップ同士の人間関係、信頼関係といったものが大変重要だというふうに思います。こちらにあの北澤元防衛大臣いらっしゃいますけれども、ゲイツ長官と確か8回。 会談をされたというふうに聞いております。やはりそういったところで信頼関係があるからこそですね、現場の皆さん、また事務方の皆さんも、それぞれが国,国益をかけて、町長々発信の議論ができるのではないかなというふうに思っておりますので、まあ、両大臣ともですね、ぜひとも健康にはご留意をされ、長く、う 外務大臣、防衛大臣を続けていただきたいと思います、えー、たまにはあの国会の健康,健康センターに向かれて、ですね体を鍛えていただければなというふうに思うところでございます、まあ、そういったことを受けて、えー、まずですねあの、まあ、防衛大綱の見直しについて、えー、お伺いをしたいと思って、えー、おります、まあ、その前に、ですね、えー、ちょっと基本的なこと柄について、まあ、両大臣にもあの聞きたいと思うんですけれども、 まず、この今の日本の取り巻く安全保障環境といったものはです、ねえー、厳しさを増し、複雑化している、まあ、このように言われております、えー、このことを踏まえてです、ね、基本的な情勢認識についてどう考えられているのか、あの現行のです、ね、対抗におきましてはあ、大規模着上陸侵攻などのお我が国の存立を脅かすような本格的な、まあ、侵略事態が正規する可能性は低いと。 しかしながら、その一方で、先ほど言いましたように、わが国を取り巻く安全保障環境の課題や、不安定要因は多様で、複雑かつ多層化しているというふうに、今の情勢を見ているわけでございますけれども、両大臣はどのような基本的な情勢認識をお持ちな岸田外務大臣、はいえっと。我が国を取り巻く安全保障環境ですが、 この厳しさますます増していると認識をしております。北朝鮮のこの核ミサイル開発、あるいはこの中国のこの不透明な軍事力の増強、あるいは積極的な海洋進出、こうした点を考えますときにこの安全保障環境ますます厳しくなってきていると強く感じております。こうした環境に対して。 まず、我が国としましてもしっかりとこの防衛力強化等、自ずからこの努めることを進めていくことと合わせて日米安全保障体制に基づく日米同盟の,この抑止力の強化維持、これも重要であると考えますしそして、併せて我が国の外交努力の 必要性も強く感じるところでございます小野寺防衛大臣あの外観的に関しては、今、外閣的には岸田外務大臣からお話がありましたが、防衛省としましては、例えば北朝鮮による昨年2度にわたるミサイルと称する、あ人工衛星と称するミサイルの発射事案がございましたし、 今年し2月、北朝鮮の核実験がございました、類似の国連の決議に違反して、このような対応を取っている北朝鮮、そしてその後、たび重なる威嚇的な発言も続いております、また、中国に関しては、特に南西海域をめぐるさまざまな今、緊張感が高まっている状況が現在も続いているということですので、我が国を取り巻く安全保障環境、これは一層厳しさを増している とといいうことが基本的な認識でございます広田はじめ君、はいえー、それぞれの大臣からご答弁を頂戴しましたけれども、その上で,です、ねた、ただ一方で、えー、大規模な着上陸侵攻などのお我が国の存立をあの脅かすような本格的な侵略事態が正規する可能性、これは低いというふうにお考えなんでしょうか、それともこれは高まっているというふうに考えられているんでしょうか。 小野寺防衛大臣これはあの、まあ、我が国のような島しょ国におきまして、えー、防衛体制を考える上において、さまざまなことを想定して対応するということは、あのこれは、えー、大切なことだと思っております、えー。ふたふた対抗の議論の中でも、おそらくこの問題についてはかなり議論されたと思いますが、あの今、委員がご指摘の,あの問題にし認識についてはあの、ふたふた対抗以降も私とも変わっていないというふうに思っております。平田はじめ君 今の小野寺大臣のご答弁で,です、ね、現大綱と基本的な情勢認識は共有するということが確認をされたわけでございます。次にです、ね、次はあの安全保障における基本理念。 ということでございますが、これにつきましてもです、ねえー、民主党政権時代に私たちはその理念というものを示させていただいているところでございます。つまり、我が国は日本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、切のある防衛力を整備すると。 この理念というものを掲げてですね、えー、やっていくということでございますけれども、両大臣は、この基本理念は、引き続き守っていく考え方なんでしょうか。そルでラ防衛大臣。はい、あの、防衛のことに関してますので、初めにお答えさせていただきます。今、委員がおっしゃるように、我が国は、日本国憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、文明統制を確保し、 比較三原則を守りつつ、節度ある防衛力を整備することを、我が国の防衛の基本方針としているということ、これは、あの、現時点において、これを見直すということは考えておりませんので、引き続き、この方針を堅持していくということでございます。広田一君。はい。え君、ー。まあ、この基本理念はですね、えー、我が郷土のま、この基本理念はですね、えま、この基本理先生、ですの保守。 本流です、ねえー、の考え方に私はそういったものだと。 いうふうふにまあ理解をいたしております、まあ、現状の自民党様、他党のことをも言って申し訳ないんですけれども、この考え方、まあ、恩恵の保守の考え方がです、ね、非常に存在感がなくなっているんじゃないか、まあ、そういったところを一つ懸念をするところでもありです、ね、われわれは先ほど申し上げたような基本理念を持ってです、ね、この国の防衛の基本方針を引き続きです、ね、堅持をすると、まあ、このことも今、あの防衛大臣と確認をすることが できましその上でですね、あのーまあ、防衛大綱について、まあ、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、防衛力の整備というものは、まあ、言うまでもなく、一朝一夕ではできません、まあ、長い年月を要するわけで、えー、ございます、ですので、えー、先ほどのです、ね、基本的な情勢認識、また両大臣が言われたようなですね、えー この国を取り巻く安全保障環境の厳しさといったものをお、ねまあ、およそ10年先を見据えて、えー、中長期的な取り組みをしていかなければあ我が国の防衛力の確立はできない、まあ、こういうことでございますそういう認識のもと防衛大綱というものは防衛力の在り方と保有すべき防衛力の水準すなわちあのストックの面を示してそれに対して中規模というものは5か年間の経費の総額と 使用装備の整備数量というものを明示しているわけでございます。まあ、こういった観点に立って、えー、ずっと防衛大綱というものはですね、考えられてきたわけでございますけれども、この認識について、えー、共有できるのかどうかですね、えー、大臣にお伺いしたいと思います。小野寺防衛大臣。 あの、ふたふた対抗の議論の中で、えー、かなり、えー、深い検討されたということは、私とも,も承知をしております。えー、ですが、それ以降あの、実は、例えば、先ほど来、問題認識として答えさせていただきました、えー、北朝鮮の度重なる人工衛星と称するミサイル事案、あるいは核実験がありました。 それからまた、この南西海域をめぐる中国とのさまざまな状況もあります、そして何より私自身、深く感じりますのは、一昨年の東日本大震災の折、これは北沢防衛大臣をはじめ、大変皆さんにはお力をいただきました、その際にもやはり問題点となりましたのが、例えば統合的な運用をどう活用するかとか、あるいは部隊をどのように機動的に運用するかということ、 そういうあの、まあ、問題点も多分その中で浮き彫りになってきたんだと思います、そのようなものも今後、検討する中で、新しい対抗中規模の中の議論をしていきたい、そのように考えております平田一君。今、小野田大臣はまあ非常に重要な点のお話をされたんですけれども、えっと、私がお聞きしたかったのは、先ほど言った たようなですね、あの、防衛大綱と中規模の役割、そしてそれはおおむね十年先のですね、我が国の安全保障環境というものを見据えた上で中長期的に取り組まなければですね、コロコロと変わってしまったらですね、それこそ大変な問題になるんじゃないか。まあ、そういうまあ問題意識からですね、あの質問させていただきました。まあ、今回まあ自民 政府、公明党の皆さんもこの対抗を見直そうというふうな観点に立っているわけでございますけれども、そもそも防衛大綱といったものは一体どういうものなのか、これやっぱり与野党でしっかり共有をしていかなければならないんじゃないかな。 こういう思いからで、えー、ございます、まあ。そういった中でですね、えー、非常に昨今、まあ、対抗というものが短期間で見直されているようになっております、えー。ですのでちょっと確認なんですけれども、この合と対抗以降ですね、えー、現在のふたふた対抗まで、えー、何年間隔で見直されているのか、これは防衛省にお聞き,お聞きをしたいと思います。えと防衛副大臣 はい、えー、お答えさせていただきたいと思います。えー、防衛大綱はこれまで4度策定されておりまして、各大綱の見直しまでの間隔につきましては、昭和52年度以降にかかる防衛計画の大綱、こう一大綱ですけれども、えー、これから平成8年度以降にかかる防衛計画の大綱、07大綱まで19年。 平成17年度以降にかかる防衛計画の対抗、一六対抗までは9年。平成23年度以降にかかる防衛計画の対抗ふた二二対抗は6年となっておりまして、今回この対抗にの見直しにつきましては、本年度中にその結論を得るということにしておりますけれども、二ふ二たふた対抗を策定後3年という形になろうかと思っております。 広田一君、はいえー。今、副大臣の方からご答弁ございましたように、非常にあの対抗の寿命というものは短くなってきて、えー、おります。お話があったように、今3年で,です、ね、対抗が見直され、また中規模はすでに廃止というふうになりますと、私はこれ、まあ、見直す以前の話としてです、ね、そもそも策定する意味とか意義があるのかとあの、こう考えざるを得なくなってしまうんですけれども、この点についてのご見解をお伺いします。小野寺防衛大臣。 あの。<Thank> 従前ののの対抗期期間間とといいうのはかかなりり長い期間があったかと私も記憶をしております、えー、ですがあの、まあ、これは委員と問題認識が共有していると思いますが、最近のこの東アジアをめぐる安全保障環境の変化というのは、おそらくあの類を見ないほど大きな変化が起きているんだと思っております。例えば、中国の軍事費の増強というのは、これは今まであの経験したことのないような増強。 増加だというふうに理解をしておりますし また私どもが予想していなかったようなサイバーや宇宙といった新しい要因も出てまいります。まあこういうことに対応するためにこの対抗というのの見直しというのがあのかなり短い期間で行われるということこれが今現実の状況に合っているんだと思います。ただあのそのようなあのかなり安全保障環境の変化が早いということをもって対抗があの必要かどうかという議論については私どもとしてはやはり防衛。 装備を含めた体制を整備するには、1年、2年という短いスパンではなかなかできないということも現実でありますので、そこはあの対抗という中で位置づけていきたいとは思っております、えー、何分、やはりあの今の急激なあの安全保障環境に、えー、先を見通した形で、しっかりとしたものを作っていくこと、それが今、大切なことだと思っております。広田はじめ君 はい、委員長あのこの、この点については、ですね、またあ後ほど議論をしたいというふうに思うんですけれども、えっと、私はやっぱりこの防衛大綱というものは、ですね、与党、野党問わず、短期間で安全保障の基本的なところが抜本的に変わるのはよくないというふうに思っております。現在の,あのふたふた大綱を見ていただいても分かるように、この大綱というものは、ですね、自民党政権時代の継続性というもの、この観点、 にを踏まえてですね、えー、策定をされているものでございます。まあそういった意味で、えー、私は極めて現実的なあの防衛対抗ではないかなと。 このように思っております、一六大綱から、まあ、6年等で見直したというのもです、ね、この一六大綱の事項で,です、ね、5年を経過したらです、ね、この大綱の見直しをしていくというふうな旨の趣旨がございます、ですから民主党政権はそのことも踏まえてです、ね、文字通りそり見直しを行ったということでは、大綱の継続性というものを非常に重視をしているということ、このことをです、ね、ぜひともご理解をしていただきたいと思います。 ただ、そうでありながらです、ね、非常に重要なあの防衛大綱でありながらあ、この参議院におきましては、まあ、本会議の報告質疑さえ、 されておりません。まあ時の野党自民党の皆さんがあこの議論することについて非常にまあ抵抗をされました。私たちはその消しからんことだというふうに思っております。そういうこう対抗というもののですね、まあ重要性を鑑めないようなあかんあの観点でですね、今このような見直しがもしされているということであればですね、私たちはまあ徹底的にまあ対応していかなければならない。その一方 で真摯にですね今のこの安全保障環境に向かい合った中でですね見直すべきところは見直していくとまあそういうふうなところであればですね自分たちもさまざまな提言等をしながら対応していかなければならないまあこのように思っているところでございますまあその中でですねまあ先ほど来あのだ,だんとですねまあお話がございましてまあどうして今この防衛対抗を見直すのかまあその理由を 中国とか北朝鮮の動向等を挙げられて、ですね具体的に挙げられて、ご説明をしているわけでございますけれども、その観点と違う観点からお聞きをすれば、ですね現在の対抗の一体どこが問題で見直さなければならないのか、この点についてお伺いしたいと思います小野寺防衛大臣。あのまあ、まずあの 私はやっぱり、対抗を含めた防衛政策というのは、まあ、政権が変わって大きく変わるということが通常あってはならないものだとも思っております、そういう中で、私の前任であります森本前大臣に関しては、数度にわたり、引き継ぎを長時間にわたりお話をさせていただき、この問題についてご質問もいただいております、また歴代の防衛大臣につきまして、これからお話も伺いたい。そのように 思っております。えー、その中で、えー、あの。 ふたふた対抗の問題点というよりは、先ほど来お話をしておりますが、ふたふた対抗以降、起きてきたさまざまな事案、特にその当時、策定時点,あの時点では想定もしていなかった内容について、起きているんではないかということで、私とも見直しという中の検討の項目に入れていきたいというふうに思っておりますので、やはりこの数年の安全保障環境の急激な変化、そしてまた震災への対応の問題、 こういうことは私ども直近の課題として、見直しの検討事項の中に入れさせていただきたい、そのように考えております広田一君。委員長。はい、えー、今、ご答弁がございました、あのまあ、一層厳しさを増している、これがあの見直す理由で、対抗そのものにはあの問題はないんだということであります。 これ、理解がなかなかしにくいところでございますけれども、まあ、そこでちょっとお伺いをしたいんですが、これ、一層厳しさを増しているというのはです、ね、これは具体的にどういうことなのか、あの定量的に示すことができるのか、あふたふた対抗以降ですね、どういう事案等を指してです、ね、このことを述べていらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。小野寺防衛大臣。 江藤防衛副大臣、はいえー、お答えさせていた,いただきたいと思います。えー、特に、あのー、先ほどから大臣等々からもお話があったわけでありますけれども、えー、北朝鮮の部分においては大量破壊兵器とか弾道ミサイルの開発の配備と、あるいは核散等の継続ということがあるわけでありまして、そして特に大規模な特殊部隊というのを北朝鮮は保持しているほか、あるいは軍事的な挑発行為ということも。 かなり繰り返し行われているわけであります。このような軍事的な動き、これらに対して我が国を含む地域の安全保障における喫緊かつ重大な不安定要因だというふうに思っておりますし、また国際的なこの拡散防止の努力というのは、えー、今まで以上に私は厳しさが増してきているだというふうに思っております。また、大国として成長を続ける中国というのが、これはあくまでも世界と地域のためには非常に重要な役割を持っておりますけれども、他方、 え、先ほど大臣の方からお話がありました通り、国防費というのは、二十一年連続で二桁の伸びになっておりますし、また、過去二十五年間で三十三倍以上の国防費が増えていると。そしてまた、核ミサイル戦力、いや、あの、 海空軍を中心とした軍事力の広範かつ急速な近代化というのを進めております。また、戦力を遠方に投射する能力の強化に取り組んでいるほか、特にこの周辺海域南西方面でありますけれども、かなり活発に、えー、活動を行っておりまして、このような動向というのは中国の軍事安全保障に関する透明層の不作と相まって、この地域の、えー、国際環境の懸念事項となっております。特に、あの、 あまり細かいことのことは省かせていただきたいと思いますけれども、昨年の尖閣の国有化以降、この地域における領海侵犯、あるいは領空侵犯が度重なるような状況に行っておりまして、えー、まあ補正予算等においても対応させていただいておるわけでありますけれども、 今までそうなかったこの領空侵犯、領海侵犯というのはかなり行われていると、具体的な数字を省かせていただきたいと思いますけれども、そのようなものに対して対応していくということに対して、やはり、えー、もう一度、この辺のところをしっかりと見直しながら、より良い形のものに作り上げていくという、私は必要があろうと、そのように考えております。広田はじめ君。 はい、えー、先ほど、ちょっと副大臣の方から、あの最後の方でです、ね、領、ま、空、あ、領海審判のお話がございましたんで、これ、ちょっとまた後で、えー、議論させていただきたいと思って、えー、おります。ただ、あのーまあ、前段のですね、えー、言い方、言いぶりというものを、さらにちょっと確認をしたいんですけれども、まあ、防衛省の方にこれはご答弁をお願いしたいと思いますが、あのー、現代港においてですね、 今、あの副大臣がおっしゃった北朝鮮と中国について、どのような記述になっているんでしょうか。江藤防衛副大綱、はいえー、におきましては、以下のように記述されております。 北朝鮮は大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、配備、拡散等を継続するとともに大規模な特殊部隊を保持しているほか、北朝,え朝鮮半島において軍事的な挑発行動を繰り返している。北朝鮮のこのような軍事的な動きは我が国を含む地域の安全保障における喫緊かつ重大な不安定要因であるとともに国際的な拡散防止の努力に対する深刻な課題となっている。はい。 大国として成長を続ける中国は世界と地域のために重要な役割を果たしつつある。他方で中国は国防費を継続的に増加し、核・ミサイル戦略や海空軍を中心とした軍事力の広範かつ急速な近代化を進め、戦力を遠方に投射する能力の強化に取り組んでいるほか、周辺海域において活動を拡大、活発化させており、このような動向は中国の軍事や安全保障に関する透明性の不足と相まって、地域国際社会の懸念事項となっている。 とといいうところでございます平田はじめ君、はいすみませんあの、ご答弁をいただきましたけれども、つまりあのお聞きになって分かるとおりです、ねえー、先ほどの副大臣の現状のより一層厳しくなっているという認識と、現対抗で書いているです、ねえー、北朝鮮、中国のです、ね、動向というものは、まあ、全く同じなんです、でつまり、えー、現対抗はですで、ね、に北朝鮮は今後です、ね、より一層軍事的な挑発活動を繰り返すだろうと。 中国は今後より一層海洋活動を拡大活発化させるだろうと、そういうふうに既に想定をしているわけであります。つまり、現大綱は、今後の我が国の周辺の安全保障は、あのふたふた大綱を作った策定時から今後より一層ですね、 厳しさを増すことをです、ね、見通した上でえで、ー、策定をされておりますので、えー、皆様方がルル言うです、ねえー、北朝鮮と中国のより一層厳しさを増したというのは、現大綱でもです、ね、想定済みなんです。で、よって、このことをです、ねえー、今の大綱を見直す理由として挙げるのはです、ねえー、今のご答弁の内容からして無理があるのではないでしょうか。えっと、防衛副大臣 はい、あの基本的な認識としては、われわれは同じように思っております。ただ、委員も十分ご承知なことだと思いますけれども、対抗、中規模、対抗は10年間のことに対しての、そして中規模は5年間のことに対しての、これからの装備品、その他のことを、えー、整備していくという形で、われわれは考えております。そのようなな形になりますと 状況の変化によって、即応的ないろんな形の見直しというのは、なかなか思うような形がいかないということになります、そして即応性をできるだけ目指して行おうということになりますと、ある程度、この対抗の見直しというものをやらないと、装備品の見直しその他というのは、なかなか思うような形にいかないという部分が出てまいります。ですからこそ、そこの部分で見直し、検証をさせていただいて、より良い形の方向性に持っていくということが、今のわれわれの考え方でございます。広田はじめ君。 はいあのーまあ、そういうふうなご答弁をされるんですが、まあ、じゃあちょっと違う観点からです、ねまあ、お聞きしますと、じゃああのー、今のふた,ふた対抗でも、対抗見直しの留意事項というものを規定してるんですよね、そこに書いているのは、情勢に重大な変化が生じているというふうに規定をしているんです、だけど皆さんは一層厳しさを増しているというふうな言い方なんですね、えー、これ、どう違うのか、本来であればです、ね、情勢に重大な変化が生じていると。 いうふうな認識を持った上で対抗を見直すというふうなことをしなければなりません、それは言ってないんですよね。にもかかわらず、北朝鮮とか中国の状況を挙げてですね 副大臣がおっしゃったように今のこの急激な変化に対して臨機応変に対応しなければいけないとさらされながら装備をするためにはです、ね、長い年月かかるんだというふうなことで対抗の見直しというものをやっているんですけれどもそうなってくると講談のところに力点を置いちゃうとです、ね、結果的にその対抗というのは本当に1年2年でコロコロ変わっても仕方がないというふうな状況にもやっぱなりかねません。 ですからそこに一定のです、ねえー、歯止めというか、普段の見直し、普段のです、ね、検証というものはもちろんしていかなければなりませんけれども、ただ、対抗そのものを見直す場合には、情勢に重大な変化が生じているというふうな、この認識がなければならないんです、でこ,こ,ここをです、ね、しっかりと説明をして、えー、いかなければです、ね、今までご答弁されていたことという。 ことについての説得力がないんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。はい。小野寺防衛大臣。あの、ふたふた対抗の議論では、あの相当さまざまな議論をされたんだと思います。ただ、おそらく、あの、それ以降、えー、これは、 例えばあの北朝鮮のミサイルの開発の中で、えー、従来は、えー、人工衛星と称するミサイルということで発射台がある程度特定をされどのエリアにどの時間に、えー、というような予告があり そしてそれに対しての対応ということで私とも対応されてきたと思いますただ今回北朝鮮が度重なる形での脅威の発言をしているのは実際に可動式の装置で長距離を飛ぶ可能性が高いしかも従前の実験からするとこれは精度も高くなっているそのようなものがいつどこからどこに向かって発射されるかわからない このような状況が今後想定されるとすれば、それはここ数年で従前と違って、かなり大きな変化があったと考えるべきではないかというのがあの、共通の認識ではないかと思っております。また、今年2月に行われた北朝鮮の核の実験でありますが、これ、3度目に確かになったと思います。このペースでいきますと、私どもが心配します、核の小型化ということ、これが実際に行われた場合に、さらに大きな あの脅威がもたらされるということもおそらく事実だと思っております。またあの周辺国を見れば、これは今回、えー、米中で脅威がなされると報道されておりますが、さまざまなサイバーによる攻撃。 ここまで大規模な攻撃が行われるということは、ここ数年でおそらく顕在化してきた事案ではないかというふうに私とも思っておりますし、何よりも昨年12月12日に領空侵犯、中国機に初めてされました、それ以降の我が国のスクランブルの回数、対中国に対しての回数、それから尖閣周辺における中国交戦による領海侵犯、 この事案、さまざまな事案はここ数年で勝ってないような変化があるということはこれは共通認識だと思っておりますですから大きな意味でのこの中国、北朝鮮を含めたさまざまな懸念というのはこれは変わっていないかもしれませんがそこに実際起きている私どもが直,線直面している今の安全保障環境の中では例えば装備一つにとっても今さまざま早期警戒の体制をとっておりますし あるいはミサイル防衛の体制も取っておりますが、従前とは違った検討をこれは早急にしなければいけないという環境変化があるのではないかと、そのようなことも踏まえながら、私ともあの検討をさせていただきたい、そう思っております廣田一君。はいえーまあ、そうすると、まあ、この2、3年で,です、ね、えーまあ、より一層、 先ほど大臣が述べたような事象が発生をしてです、ね、これに対応する装備をです、ね、緊急に備えなければならないということでございましたら、じゃあそうすると、今回の対抗においては、別表を作るという、そういう理解でよろしいんでしょうか、一部報道ではです、ね、別表を作らないというふうなこともあるんですけれども、別表を作るというのは理解でよろしいですね。 えっと、防衛副大臣。はい、お答えさせていただきたいと思います。この防衛大綱、えー、計画の大綱は別表,別表を含め、我が国の安全保障及び防衛力のあり方を内外に示してきた重要な文書であるというふうに我々は認識しております。えー、ご指摘のこの大綱の別表というのは、昭和51年に策定された防衛大綱以来、過去4度策定された大綱におきまして、保有すべき防衛力の水準として、 重要な編成あるいは装備品の具体的規模を内外に明らかにしてまいりました。この対抗見直しの具体的な内容につきましては、今後政府全体として検討していくこととしており、現時点で何ら結論が出ているわけではありませんけれども、防衛省としては自衛隊に求められる役割に十分対応できるように、自衛隊の体制強化に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。広田はじめ君、あの、 すいません、まあ、体制強化に取り組むのは、至極当然のことでございまして、まあ、別表というものを作る、作らないには、確かにいろんな議論があ,のあろうかというふうに思いますが、一方で、えー、まさしく中国に対して我々が批判をしている透明性がないんじゃないかというふうなことに対して、我々は別表を持っているんだと。 いいうことを言っているわけでございます、まあ、そ,ういうそれとあと10年先を見据えてですねどのような防衛力を整備するのかという、まあ、その水準等々を示していく責務もこれは国民に対してもあります。ということでまあ別表というものがですね、えー、策定をされているんだろうというふうふに思いますけれども今のお話だとですねまだちょっとどうなるかわからないというふうな あの、言い方でございますが、えー、それはそれとして、まあ、理解はしますけれども、防衛省としてはどうしたいのか、防衛省としてどういう問題意識を持っているのか、これはやはり明確にしてもらわなければならないと思います。つまり、防衛省としては、別表は引き続き必要だというふうに考えているのか、そうではないと思っているのか、このことについて、え明らかにしてほしいと思います。宇野寺防衛大臣。 あの別表というのはあの、防衛力整備について、これはあの透明性を確保するという意味。 あるいは国民に説明をするという意味、これで、あのこれについては私とも重要必要なものだとは思っておりますが、ただあのいあの、この対抗につきましては政府全体での議論ということになりますので、あくまでも最終的にはあの政府全体での議論ということになると思います。ただあの、委員がご指摘されておりますように、過去別表というのをつけてきた経緯というのは、今委員のご指摘があった経緯も踏まえてということになると思いますし、また最終的にはあの対抗について、 えー、私どもあの案がまとまった段階では、えー、もちろん国会でもさまざま審議をいただくことになると思いますから、えー、そのときにあのしっかり答えられるような、えー、対抗にすることもあの重要なことだと思っております。平田はじめ君 はい、えーまあ、そうするとちょっとまあ作るか作らないかわからないようなあの状況でございます、まあ、先ほど来、ですね、防衛力の水準をしっかり示していくというふうな、まあ、お話をしておきながらあ別表についてはよくわからないというふうなことはこれしぼり矛盾しているんじゃないかなという,ふうに思うわけでございますけれども、分かりました。まあ、あのちょっとこの別 病絡みのことはです、ね、あ、えと、ー、でまた定数云々のことも踏まえてお聞きをしたいと思いますが、その前に、先ほど副大臣の方がですね、えー、おっしゃっておりました、領、ま、海、あまあ、侵入等々があの国有化以降ですね、非常に増えているというふうなことでございますけれども、ちょっとその現状認識をですね、えー、さらに共有化してしたいんですが、確か4月23日、 だったと思います。えー、中国の海艦発跡がですね、まあ領海に侵入をいたしました。まあこの状況についてですね、まあどのようにそれではあの評価をされているのか、ちょっと認識認識をお伺いしたいと思います。どなったお答えですか。 私は副大臣がです、ねあのー、国有会以降の。 領海侵犯がですね、これ、頻発化しているので、えー、これが非常に重要視しているということでありましたから、特に、えー、確か4月23日、会館8隻来たというのは、これ、大きなニュースになったというふうに思っておりますので、まあ、どういう認識を持たれているのかなというふうに聞、えー、きたい、す。あの、そのことを踏まえてで、ちょっと若干私の試験も踏まえて、えー、お話をさせていただきますと、これは8隻が、あの、領海侵入を、 したということもですね大変有意識問題であります。まあ、それ以上にですね、この侵入をした時間ですよね。これはおそらく12時間以上いたのではないか。そしてそのうちの1隻はですね、まあ、魚釣島の付近の約1キロまで来ているというふうな状況でございます。第一的にはですね、これ海上保安庁が 対応しなななければならない問題でありますで私はこの事態を見たときにです、ね、本当にこうこの尖閣周辺について、うん、有効に,実行に、実効的に支配をしているのかというふうなところにもです、ね、疑問符がついてしまうような私はまあ状況ではないかなというふうふに思っております、こういった事態について、どのようにお考えでしょうか。えっと、防衛副大臣 はい、えー、今、広田委員からご指摘がありましたように、8隻の船が来られたとして、そしてまた長時間にわたってのこの領海侵犯が行われたと、まあ、我が国と,しとりましては有識状況に陥ったわけでありますけれども、このことに対しての評価うんぬんというのは、 この場で私があのお答えさせていただくことは控えさせていただきたいと思います。やはり、えー、相手国とのこれからのかあの交渉さまざまな部分において、ここでお答えしますといろんな影響が出ようかと思っておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思いますけれども、やはりこのような形が起こらないような体制をどうこれからいかに築いていくか、そのためのお互いの共通な、えー、会場連絡メカニズム、その他を早急に築き上げる たためにに我々は頑張っってていいきとううふ思おります、えー、また、えー、当時、防衛省といたしましては、この P3C 哨戒機等々を活用しながら、しっかりと警戒監視を行っておりまして、これらのことに対しては、これからも我々は各省庁ともしっかりと連携を取りながら、より良い監視活動を行っていきたいというふうに考えております。広田はじめ君 あのー。 副大臣、えーまあ、防衛大綱を見直す,です、ね、理由を具体的に聞いたときに、得出してあげられたのが、この領海侵入だったわけでございます。まあ、それの昨今のです、ね、一番大きな出来事についての、まあ、私なりの見解は言わさせていただきました。しかし、それを今回、大綱を見直す,です、ね、大きな理由をこの領海侵入というところに見出しておきながら、それに対する評価をしないというのはです、ね、これはちょっと理,理解 しがたい話になってきますつまり国民に対して、また国会に対してです、ねこの、こういった事象がどのようなあの影響があってですね、そのために、 自衛隊として、どのような対処を今後、より一層していかなければならないのか、P3C でやってるのは、もう民主党政権自体、それ以前からやってる話であって、ですねそれをもってして対処しているということになると、それこそ対抗なんか見直す必要がないんじゃないかというふうな話になりますので、その点はちょっと整理をして、ご答弁をいただければと思います。防衛副大臣、はいえーあの 我々今、現在、これらのいろんな様々な行動も含めて、鋭意、検証中でございまして、検討中でございます。ですから、それらがまとまった段階で、しっかりとした形としてお示しができることであろうというふうに思っております。ただ、やはり、あの、先ほど委員の方から、あの、ご質問があったわけでありまして、どのような大きな状況の変化があったかということで、 ご質問だったもんですから、特に大きな変化としては、この領海審判、あるいは領空審判というのが、かなり頻度が高く行われるようになったというふうにお答えさせていただいたというところでございます。平田橋夫君。 あのまあ、その後、ですね具体的な議論をするというところについては、ですね、えー、それはまあ防衛省内、またあの与党内で議論を深められること、これまた結構なことだというふうには思います。ただ、見直す理由、根拠というものを今は私は問いただしているのであって、ですねそこに先ほど来言ってますように、えー まあ、一時情勢に重大な変化が生じているということ,のことについてのですねやっぱり説明をする責任、見直す場合にはですね私はあろうかというふうに思っておりますので、徳田氏でされた事柄につきましては、ですねぜひとも説得力のあるお話をしていただきたいなというふうに思うところでございます。 そして、あの、もう一点ですね、あの、対抗を見直す理由といたしまして、東日本大震災の教訓を挙げているところでございます。私は、この点については一体、まあ、一定理解をするところもあります。あの、防衛政務官時代もですね、この東日本大震災の発生によって、一つの、まあ、前提というものが変わる可能性があるという趣旨の答弁をさせていただきました。今後ですね、原発事故等に対応するですね、体制整備、 これもしていかなければなりませんし、複合災害といったものもですね、想定をした、これも体制づくりもしていかなければならない、まあ、こういうところについては、あの問題意識を共有するところでございます。ただ一方でですね、そこで懸念をするのが、今、自衛隊がですね、えー、国際平和協力活動など、非常にグローバルな、あのー、活動に関与しております。これは世界でも高く評価をされているところでございますけれども、こういったものを、 まあ、縮小してですね、今後は国内における災害などに対処に重点を,を置くべきじゃないか、まあ、こういった声も出てきております。私はそうなると逆に本末転倒になってしまうと思いますので、私はやっぱり自衛隊がですね、グローバルな安全保障に貢献をするということを、この覚悟と決意をしっかり持った上でですね、えー、さらに先ほど言ったような東日本大震災の教訓に、ことに当たると。 いうふうな考え方の整理をすべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。小野寺防衛大臣。あのまあ、ご指摘のとおりあの、今、国際協力活動は大変高い評価をあの受けております、えー、今般の、一つの、えー、任務が終わったということで、いくつかの部隊については、部隊の,、えーのえーまあ、今、えー 活動が終了したという形をとらせていただいておりますが現時点でも南スーダンあるいはジブチ海賊対象等で高い評価をいただいております今回先般の内閣官房から発表させていただきましたがジバにおいての 活動については範囲を広げるという形を取らせていただきますし、私どもとしましては、各国からの要請、国際機関からの要請があれば、今後とも国際協力活動に、私どもができる能力の中で、しっかり対応させていただきたい、そのような方針は変わっていないところであります廣田はじめ君、まあ、ぜひですね、しあの幸せが来ないように。 とともお願いいいしたいと思いますでその意味でも、やはり別表で,です、ね、きっちり位置づけるものは位置づけるということは重要だろうというふうふに思います、そこで,です、ね、対抗別表の推移について、あの陸上自衛隊の編成定数、これは合一対抗か一六対抗まで、どのようになったのか、これは防衛省にお伺いします。防衛副大臣 お尋ねの陸上自衛隊の編成定数は、わが国の陸上防衛上の基本的な枠組みを人的勢力を通じて示しているものでございまして、昭和51年に策定されました防衛大綱におきまして別表において編成定数を18万人とすることとされました。 平成7年に策定されました防衛大綱においては、東西冷戦の集結,結等を背景に、防衛力の合理化、効率化、コンパクト化を進めるとともに、本格的な侵略等の事態に対処し得る防衛力を整備するとの考え方に基づきまして、編成定数を16万人とし、うち常備自衛官の定員は14万,人14万5万0千人、即応予備自衛官は1万5千人とすることとされました。 平成16年に策定されました防衛大綱におきまして、我が国に対する本格的な侵略事態正規の可能性は低下する一方、ゲリラや特殊部隊による攻撃、当初部への侵略、大規模特殊災害等への多様な事態への対応がより重要とされたことを受けまして、編成定数は15万5千人とし、うち常備自衛官の定員は14万8千人、即応予備自衛官は7千人とすることとなりました。 続きまして、平成二十二年に策定されました防衛大綱におきましては、編成定数は十五万四千人とし、うち常備自衛官の定員は十四万七千人、即及び自衛官は七千人とすることにいたしたわけであります。陸上自衛隊の編成定数につきましては、防衛大綱の見直しの中において、これからしっかりと議論させていただきたいと思っております。広田はじめ君、委員長。はい、えー、まあルルお話のようにですね、合、えー 北大港から一六ロク大港まで,です、ねえー、陸上自衛隊の編成定数は二万五千人削減をされております、えー、自民党政権でありますで、一六大港から二二大港まではですね、まあ千人です二十五分の一なんですつまり厳しい財政状況はありましたけれども民主党政権のときにです、ね、この定数削減に歯止めをかけたんです これはまあ、凄まじい議論がありましたけれども、これを堅持しました。しかしながら、やっぱり、あの、野党時代の自民党さんはですね、これまでこう、二万五千人も下げてきたことは棚に上げられて、この定数削減の法案には反対、まあ、審議さえしてくれなかったわけでございます。まあ、そういった、あの、経緯等も考えればですね、まあ、これからま、議論をするんだというふうなお話でございましたが、よもや今回の見直しで、 定数について削減することや、現状維持にとどまることはないだろうと思いますけれども、この点について確認をさせていただきます。これは防衛大臣、お願いします。小野寺防衛大臣。あの、えぇ、ー、25年度予算につきましては、えー、現下の安全保障環境に鑑み、 特にあの、南西地域情報収集警戒監視ということを、まあ、中心に必要だということで、陸時が94名、海時が96名、空時が97名の 自衛官287名の増員ということで、実印については増やさせていただきました、今後の,ふたふたたあの新しい対抗それからこの定員につきましてはあの、今、江戸副大臣を中心として、あり方検討会を計16回、今の段階では重ねております、この議論を踏まえ、政府として最終的な方向が決まるものと思いますので、今の時点で何か決まっているというところではございません。 田はじめ君まあ決まってないのは、私も理解をしておりますけど防衛大臣として、トップとしてですね、これまでの経緯、また東日本大震災という教訓、また我が国を取り巻く安全保障環境はより一層厳しくなっている、だから防衛大綱をこんなに早く見直すんだ。 というふうなもろもろの中で,です、ねえー、この定数の確保について、大臣としてのです、ねえー、決意がなければ、まさしく対抗を見直すことそのものの必要性がないんじゃないかなというふうに思ってしまいますけれども、ここについては大臣の問題意識、そして大臣が考える方向性、これは示していただきたいと思います。小野寺防衛大臣 あの、基本的には、これは私個人で決める話ではなくて、ええー、まあ、まずはじめに防衛省として、現在の評価をどう行うかということ、それを今、副大臣を中心として、あり方の検討を、あの、していただいております。大切なのは、あの、しっかりとした防衛整備体制を作る、防衛体制を整備していくということでありますので、それに何が必要かということを一つ一つ積み上げる中で、議論を、あの、まとめていきたいと思っております。広田はじめ君。 まあそういう中で、そうすると、大臣としてはですね、この定数問題についての論点というものは、どういうものがあるかとというふうに考えるんでしょうか。小野寺防衛大臣。 あの論点といいますか、えー、基本的には我が国が必要な今の安全保障環境に対応した、えー、防衛力、えー、その体制の中で、えー、装備もあると思います、またあの定員もあると思います、そういうことを一つ一つ積み上げるということではないかと思っております広田はじめ君。 ですか書いてないんですけれどもお、ここについて充実強化をして、まあ、陸についてはあ違うまた考え方で,です、ね、対応していくのか、つまり先ほど冒頭で、まあ、着上陸、本格的に着上陸進行はないんだというふうな基本認識は共有をしたということであればですね。 えー、陸自定数の削減傾向というものはです、ね、今後とも続いていくというふうに大臣、認識なのか、それとも東日本大震災というものがあったんで、先ほども述べたように、複合事態に対応すること、あと今回の東日本大震災の教訓としてはです、ね、やっぱ継続性だというところもあろうかというふうに思います、これを維持するために、まあ、実用を含めた充足率も高めていかなければいけないという論点もあります。ささままざなな論点のの中でです、ね、大臣自身現状でどどよううう整理をされてい これははっきりしていただかないと、まさしくなんでじゃあ、対抗を見直すんですかという話になってしまうと思います。 小野寺防衛大臣あの基本的には今、あのそのあり方検討でさまざまな議論を積み上げていただいているということでありますが、あの今、一点、広田委員からのお話の中で、まあ、共通認識の中で、例えば大規模なその上陸等という話があって、それはふたふた対抗の議論から見ても、あの私ともそ,あのそのような想定は同じような環境ではないかと思っておりますが、例えば、島しょ防衛の問題、 あるいは南西地域の問題、こういうところの守りということは、これはさらに充実強化が必要だということになれば、そこはそこでやはり陸自の役割というのも出てくるということだと思いますが、いずれにしても私ども、さまざまなことの想定を積み上げて、どのような防衛力が必要か、その中で装備、そしてまた人員というのが最終的に積み上がるものだと思っております。 田すちょっと委員長、まあ、繰り返しの答弁ばっかりでございまして、で私はまあ大臣の,です、ね、あの問題意識というか、まあ、こういうふうな経緯で議論が進みますということをお聞きしたいのではなくて、この定数問題について、ですね、えー、どうしていきたいのかと、政治家としての、まあ、考え方、リーダーシップを発揮してですね、 えどうしていきたいのかということをまあ私は聞きたいのであってですねまあ今後ま、在まり方検討でう々んというのはそのとおりだろうと思いますで副大臣がですねえーそれの取りまとめをされていることも承知しております、また自民党からの提言、提案も出てくるんだろうと思います。そうういいったととこころをを総合的的にに踏ままえて最終的にですねえ結論を得るというのはこれはれ、まあ ある意味、当然だし理解することができますがその中で大臣として、えー、どのようなあのお考え方を持ってです、ね、この対抗の議論を引っ張っていくのかというところのポイントとしてこの問題は私はあろうかというふうふに思って、えー、おりますのでそこはやっぱ逃げずにです、ね、ご答弁をいただきたいと思います。小野寺防衛大臣 あのえー、防衛大綱というのは政府全体で決めますし、えー、そのためには今、どのような、えー、安全保障環境があるかということを、 これは、あの、議論をしながら積み上げ、防衛省全体として一つの方向を出していくということの作業は、私は、あの、やるべき作業であって、その作業の状況、あるいは全体としての安全保障環境についての評価が出る前に、あの、逆に私が、こうだ、ああだということは、あの、むしろ、あの、 決して好ましい方向ではないんだと思っております。また、加えて言えば、強行して、広田委員にも様々な議論をいただいております。対抗の別表についての様々なご示唆もいただいております。こういう様々な議論を、私どもとしては、あの真摯に、えーあの、伺いながら、えー、しっかりとした体制を作っていきたいということであります。広田はじめ君。 あの、今大臣はですね、この安全保障環境がどのように変わっているのかというのも議論をしてみたいな趣旨のお話がございましたけれども、それは、そっちおかしいんじゃないでしょうか。つまり、防衛大綱を見直すというふうに決めたのが、 だんだんのお話のように、北朝鮮と中国の事例を出しながらですね、より一層安全保障関係厳しくなっているから見直すというふうに言っているわけでしょ。それなのに、今から見直し作業に入って、またこの安全保障関係がど,どういうふうに変わっているのかということを議論をして、それを受けた上で物事を考えるというのは、それはもう、 え、議論の順番がですね、全く逆になって、ちょっとこの見直しをする考え方とかですね、えー、やり方というのが、なんかもう政権交代してから見直すんだっていう、その、そのレベルの話であって、なんか強い問題意識があって、この防衛大綱をなんか見直すお気持ちではないんじゃないかなということをですね、今のこの防衛大臣のご答弁を聞くとですね、私は非常に疑問に持ってしまいます。えー、でなくて、やっぱり繰り返しになります けれども、女性に重大な重要な変化生じたんだというですね。 この対抗を見直す理由というものを、しっかりと国民の皆さんに説明をした上で、じゃあその、そのことに対処するための防衛力の水準、あり方というものをです、ね、議論をするということであれば、私は非常に分かりますけれども、少し、少しというか、全くその議論の組み立て方、考え方がです、ね、えーまあべこべになっているんじゃないかなというふうに思わざるをえませんけれども、そのこれまで答弁してきたことと、今のご答弁はです、ね、ちょっと矛盾をすると思いますが、いかがでしょうか。 小野寺防衛大臣あの、私もあの今委員の質問がよくわかりません。私は一定であ、あの、あの、一貫してお話をさせていただいているのは、当然、ここ何年かでの安全保障環境は大きく変化をしている。そしてそれに合わせて、しっかりとした防衛を体制を組んでくれというのは、 これは国民全体としての要請だと私どもは感じております、その中で、えー、じゃあ、えー、今後を見据えた形でどのような整備をするかということを、これはやはりまず初めに防衛省として検証するべきではないか。 在り方検討会ということを副大臣を中心に今、検討していただいているその中で私とも今後、必要な体制というのの一つの方向性が出てくるのを私とも受け止めてその中でさまざま議論をしながら必要な防衛力を整備をするその中で装備品そして人員それが決まっていくという一つのプロセスの中で今進んでいる最中ですのでそのプロセスの途中で例えば私はこう思っているとかこうすべきだとかいうことを いう段階ではないんだと思いますので、そこはあのこのような議論を聞きながら、えー、まとめていくことをあのお願いしたいと思っております広田一君、はいまああのー。本当に今回の対抗は政権交代を受けての見直しありきの作業ではないかなというふうに、まあ、言わざるをえません。えーまあ、その一方で,です、ね、やはり もうぜひ大臣におかれましてはそのお人柄とですね、そしてまあ今後この対抗が対抗の見直しがまあより良いものになるようにですね、これは非常に努力をしていただきたいなというふうに思っております。まあ自分たちの政権時代に作ったあの対抗だからですね、まあ一言一句触れちゃいけないと。 どこかの憲法みたいな話を私はするつもりはあの、まあ、ございませんけれどもしかしながらこと安全保障の話については与野党が共有すべきところは共有しながらです、ね、前に進めていくと。 で民主党が作ったあの防衛対抗というところのです、ね、考え方、まあ、評価というふうなところも踏まえて、ぜひとも議論を進めていただきたいというふうふに思います。まあ、残り時間がわずかになりまして、あとあの今、問題になっております自衛隊法の改正のお話とかです、ね、ちょっと聞きたいというふうに思っておりましたけれども、ちょっと時間がなくなりましたので、最後にちょっと防衛対抗に絡めてです、ね、動的防衛力についてお伺いをしたいと思います。この動的防衛力というも もの,もあの基盤的防衛力構想によ、まあ、らないというふうな言い方がされているので何かこれまでのことをです、ね、否定して抜本的に変えたというふうな。 イメージがありますけれども、決してまあそうではなくて、これまでの自民党政権時代が行ってきたですね、ざまな議論の積み重ねの中で、まあ、一六対抗のですね、対処を重視をしたですね、この考え方というものを発展させたものが私は動的防衛力だというふうに思っております。これについては、やはりアメリカの方もですね、 非常に高く評価をし、よって、動的防衛協力というふうな形で,です、ね、共同施設の使用とか、共同訓練であるとか、こういうふうな、文字通り運用することによってです、ね、抑止力をこのアジア太平洋地域でも高めていこうというふうなことでございます。私は、その方向性というのはです、ね、これからも続けていくべきだというふうに思っておりますけれども、動的防衛力についての小野寺大臣の評価 評価をお聞きをしたいと思います。簡潔に答弁願います。小野寺防衛大臣、あのまあ、基盤的防衛力から動的防衛力という形で、えー、まあ,あの検討された二つ対抗の議論というのは私はあの大変重要な議論であったと思っております。えそれを受けていかにそれがあの実現性がさらに増すか、あるいは今の危機に対応できるかということをあの真摯に検討していきたいそのように思っております。はい、どうもありがとうございました。 <laughs> この際、委員の異動についてご報告いたします本日、荒木清弘委員が辞任委員を辞任され、その補欠として石川弘孝君が選任されました。